こんにちは、杉浦です。コロナウイルスによる住宅業界への影響の報告になります。よろしくお願いいたします。皆さんの参考になればと思います。現在、令和2年の4月4日なんですけども、4月2日に、報告をいただいてますので、その報告の紹介となります。どのメーカーさんも、改善してきています。で、まあ、その中で代表的に、まあ、パナソニックさんの状況を説明したいと思います。システムバスにおいて納期回答が遅れる可能性がある商品に変更があります。改善されているということです。で、収納用建具なんですけども、本体枠とも標準品において4月2日受注分より正常化となっております。内装建具なんですけども、その本体とですね、枠ですねとも標準品においては4月6日受注分より正常化となっております。で、まあ、ハンドルですね、ドアノブについてはですね、4月2日受注分より、受注後23日後の、出荷となっております。で、換気なんですけども、納期が遅れる可能性のある対象商品に変更がありますということになっております。で、次がエコ給湯と、電気温水器なんですけども、部品供給に目処が立ち4月1日より受注再開となっております。まあ、ここの部分はですね、生活にとても影響が出る部分なもんですから、改善されてとても良かったなと思います。で、住宅用エアコンなんですけども、部品供給に目処が立ち通常通りとなっております。これもこれからですね、暑くなってくるととても重要なものになってきますので、改善されて良かったなと思ってます。で、次が温水洗浄便座、部品供給に目処立ち通常通りとなっております。で、他のメーカーの情報もあるんですけども、ものすごくたくさんあるもんですから、概要欄にリンクを貼っておきますので、もしご興味のある方はそこからダウンロードしていただけたらと思います。で、今回のですね、騒動で、まあ、ちょっと頑張ってるなと思ったメーカーさんがあったのでご紹介したいと思います。ハウステックさんというメーカーさんなんですけども、まあ、建材屋さんからも評判が良くて、まあ、私たちのですね、新規のお客さんに対してもですね、とても対応が良くて、選択していただけているので、まあ、とても良かったなと思っています。で、今後はですね、私たちのその工事の際にですね、設備関係の候補に入れていきたいなと思っています。で、もしまあ興味のある方はですね、そのハウステックさんのショールームへ一度行っていただけたらなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。動画が参考になった方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、フォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。